ドラフト放置。はい、長代ブルペンキャッチャー阿部雅彦さんをお招きして、今度はね、大学生投手、これまたね、逸材揃いで、まあ一つこうドラフトの中心になってくるような選手たちですかね。そうですね、はい、はい、その中でもなんと寛大の金丸投手は、うん、あえて省いて、うん、はい、まあ、今ちょっとね、故障してるってこともあるし、まあ、皆さん知ってますもんね。まあというところでは、もうよっぽどご存知だと思うから。はい、阿部さんの独断でセレクトをした5人、はい、誰か、はい、その未来予想図を、追っていきたいと思います。よーん、ポーチプロ野球チャンネル。さあ阿部さん、まずは、一つ一番のね、はい、このドラフトの、まあ、注目株の一人でしょうか、はい、愛知工大の中村優斗投手。これはね、すごい、まあこの平塚であった、はい、あの代表選考合宿ですか、うん、すごいボール放ってましたね、うん、はい、びっくりしたやつね。まあ、いろんな意味でびっくりさせてくれますよね。はい、まあ一つマックスが159キロで、うん、紅白戦で打者6人に5三振でパーフェクト、うんうん、まあ、ちょっと今はそのなんていうか、全国からうまい大学生が集まった場でこれですから、ちょっと異次元ですよね。あそこに行っちゃいけないピッチャーですよ。ペナントレースじゃないけど。なるほど、本当ですね、そういうことですね、しかしね、本当にもともとは諫早農業で、知ってました？いやいや、全然知らない。僕も知らなかった。公務員志望で、農業の高校は、公務員の試験に合格するノウハウがあるっていうんで選んだって言うんですよ。じゃあその、農業の方に行って。はい、で、公務員になってみたいなのを考えていたら、ドラフト1候補ですよね、もうね。人のちょっと先なんて分かんない。いやー、ほんとね。人生は分かんないですよね。僕らぐらいになったら分かっちゃいますけどね。若い人もちょっと先になって全然分かんないんだから、ね、若い人は望みを捨てちゃダメだと思います。本当にこうね、大志を抱いてやってほしいなっていうのをね、中村投手からもこう伺えるんですけど。どんな能力隠れてるか分かんないんだもんね。はい。まあ、本当に、まあ、そういう意味では阿部さんから見たこの中村投手の、うん、強みっていうのはどういうところでしょうか、魅力。まあ、生意気のようなんですけど、僕はキャッチャー出身なので、はい、この間までこうボールも受けてたので、うん、自分で受けたらどうなのかなっていう、こう見方をついついしてるんですよね、はい、うん、おそらく僕は彼が普通に投げたボールは一球もまともに補強できないと思います。というのはね、彼は投げてる力感と来てるボールが違いすぎる。だからその三振をどんどん取れるっていうのは、はい、それが原因なんですよ。はあはあ、その力感だったらこのぐらいのタイミングだろうと思って、うん、バッターってこう心積もりがあるわけですね、はい、指導とか、うん、だけどそのタイミングで待ってるのもう入ってるんですよ。そうです、ね、いつ取ったんだって。いやだって それこそジャパンの候補になるようなバッターですから、はい、かプロ行くやつよ。そうですよ、その辺はある程度腕に覚えはあるわけですよ、ね、あるわけですよ。しかも150キロぐらいのボール経験してる選手たちですから、うん、はい、それが手も足も出ないっていうのは、キャッチャーだってね、僕、一元さんっていうか、初めて受けるようなキャッチャーでしょ、みんな。ね、いう人はいえ。恐怖でしょうね、急にね。みんなだってミット遅れてるもん。はぁ、そっか。やっとですよ。はぁ、いや変化球なんかよく取れるなと思って、見てますけどね。はい。そんな、中村投手の、じゃあ、未来予想図、阿部さん、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。はい。はい、愛知工大中村投手の未来予想図、阿部さん、お願いします。これは困りましたね。尾崎幸雄さん。もう実在のピッチャーで、誰って言えるような、レベルではないように思いますので。ナビ賞中退、ね、はい、防衛日卓みたいな、もう、はい、うん、僕らからすると、伝説の人ですよ、ね。加藤さんの年代だと、はい、実物はご覧になってい、いや、もう、いわばその、ね、はい、書物で偉大さを知るみたいな。映像のアーカイブとか。あ、そうですね。僕はかすかに実像を覚えてる。はあはあ、かすかに駒沢球場のナイターの中継で投げてる姿を、はい、まあ、スリークォーターとかサイドハンドみたいなものなんですけど、はい、投げ方なんですけど、うん、まあ、こんなボールだったんやろ、ね、ドッジボールくらいの大きさに見えたんですけどね。あ、そう
ですか。おそらくそういうボールを投げてるピッチャーだと思うので、はい、むしろ実在の人を無理やり引き合いに出すよりは、はい、伝説の、まあまあまあね、今プレーしている人というよりはこっちっていうことですね。伝説の剛腕の方がよろしいかなということで、はい、ね、本当に、まあ、来年の今頃はね、ペナントレースで見られてるかなっていう感じですよね。はい、あとはもうくれぐれも故障、気をつけて、はい、出力の高いね、ピッチャーですからね。でしかもずっと出ずっぱりでしょ。あ、本当だ。リーグ戦終わってすぐ全日本。本当だ。で、これ海外中。海外のね、そうですね。帰ってきたらオープン戦また秋の。はい。そういうことで休む暇がないので。いやいやいや、休みながらやっていただきたいところですね。はい。はい。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。さあ、続いて、阿部さん、二人目は、これ東京六大学のね、はい、明治大学のピッチャーの浅利多聞投手。うん、はい。浅利投手はすごくまあ、その強いまっすぐを持ちながら、うん、ちょっとね、この春のリーグ戦、うん、5試合に投げて1勝1敗と、はい、なかなかこう、振るわなかったシーズンのように見受けられましたが、うん、あえてこの5人の中の一人に選んだこの阿部さんの思いというのはどういうところでしょうか。僕は器の大きさで言ったら彼がナンバーワンだと思ってます。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。ただ、その、今年の春に実力を古い発揮できなかったっていうのは、うん、はい、まあ、いくつか理由はあるんですけど、その一番大きな理由っていうのはやっぱり、その明治のエースっていうのがどさっと乗っかってきたことの戸惑いっていうのが大きかったと思います、はあ、まあ去年までは村田投手がね3人ぐらいだったじゃないですか。はい、あ、そうですね、ね、はい、うん、石原君と村田君と牧田投手ね、はい、明治のエースっていうのは、うん、もしかしたら3人ぐらいで分割して背負うものじゃないそのくらい、そのくらい重いもの、ね、重いものですよね、明治のエースっていうのはね、はい、重いものです、うん、それを一人で背負おうとしちゃったみたいなところがあって、はい、それでこう自分でプレッシャーをかけすぎちゃったというところが間違いがあると思います、見てて、うん、やっぱりね、あの去年のような、そのなんていうんですかね、あの怖いものシーンが続いてますよね、うんうんうん、どこの誰だろうねっていう感じでそういうね、あの元気の良さがちょっとなかった。うまくやろううまくやろうみたいな、まあその気持ちはねすごくよくわかるんですけども、勝とうじゃなくて負け前、うんうん、打たれ前みたいな、はい、ちょっとこうちっちゃくね自分をなってたような気がして、はい、それは彼にとってはものすごくいい学習になってるはずなんです、うんうん、学習しなきゃいけないです。はい、僕はこの秋のアサリの大変身っていうのをものすごく期待してる、うん、そうですね、まああの186センチ89キロってね、もうね、うん、もうそのシルエット、マウンド上のあの立ち姿っていうのもすごくいいですし、まああのやっぱり強いボールね、あれね、僕あのキャッチャーのすぐキャッチャーここにいて、ここに顔を乗っけて 見ました、ほうほうほう、角度とそのボールの僕突っ張りって言葉を言うんですけど、そのこの強さです。一番、そうですね、ピッチャーとして魅力的な。当て感とかいう人もいるんですけど、この捕球の時のこう、キャッチャーが、上から来るボールなのに、こういう、ミットを下に向けて取ってるみたいな。下から、カッ、うん、煽られるようなボールなんですよ。それを僕見てます。それをいつも投げられるんですよ、ブルペンでは。ああ、なるほど、ね。それがマウンドでまだなかなか投げられないっていうのは、六大学でのキャリアが浅いっていう、まあ、しょうがない理由だったんですけどね。はい、うん、はい、ただ、このね、そういった諸々の学習を生かして、最後の秋ね、うん、はい、パフォーマンスを発揮してくれば、おのずと、そうですね。ドラフトの順位っていうところにもなってくると思いますんで。もう、総計も手も足も出なかったです。もしかするとね、もう5勝0敗、防御率 0.50 ぐらいの秋で、はい、うん、ドラフトを迎えるようなするんですね。まあまあそれくらいのことをやってもおかしくないくらいの大機ですよね。全然おかしくない、はい、というところで、はい、その浅利投手の未来予想図、うん、阿部さんお願いします、うん、これも難しいな。はい、阿部さん、未来予想図浅利投手はこちらです。はい、はい、DeNA の井出大成投手、はい、はい、うん、僕はアサリ投手の場合はプロに行ってから先発でロングイニングっていうよりは目の前の3人やっつけてっていう、はい、そっちの方じゃないかと思うんですよね。そんなに球種もたくさんあるわけじゃない。まっすぐと角度、フォークボール、あのチェンジアップっていう、そういうピッチャーなので、はい、守護神とか中継ぎのその、切り札みたいなタイプとして、うん、はい、
大きくなっていくんじゃないかなと思うんですね。はい、いやーもう、そういう意味では、まさに秋の巻き返しというところを、ね、はい、楽しみにしたいと思います。はい。はい、必ずあると思いますよ。安倍さん、はい、秋の巻き返しというと、このピッチャーの春も、こんなはずじゃないぞっていうところでした。国学院大学の坂口春日投手。ね、報徳学園の頃から、注目されていました。1年秋に5勝して、はい、すごいのが入ってきたなっていうところでね、ずっとこう順調だったんですけど、この春が0勝4敗。ね、本来だったらこう、竹内投手が西武に行って、坂口投手が一人エースとしてね、牽引するのかなと思っていたところで、なかなかこう勝てないゲームがありました。そうですね。はい。まあ、チームで、としても大ピンチだったんですよね、この国民さんはね。いや、まあ、入れ替え戦の危機というところでね。うん、危うく、はい。なんて、完璧に投げようとしすぎるで、自分の首絞めてるみたいなと、ちょっとこう、息苦しい感じもあるんで。はい。まあそこのうまく力を抜く、手を抜くっていうから、はい、そういうずるさも少しあってもいいんじゃないかな。まあね、大学4年、ね、最後の秋ですからね。はい、おさばおせ、引けば引けですから、ね。はい。その戦国等々ね、うん、で、勝ち星をこう積み重ねるようなピッチングが見たいと思います。この坂口投手の未来予想図、安倍さんお願いいたします。はい。はい、坂口投手の未来予想図、安倍さんこちら。はい。このピッチャーにしました。はい。カープの栗林良治投手。絶対的守護神ですね。やっぱりね、そのマウンドで鬼になれる、はあ、そういう要素を僕は坂口君で持ってるように思うんです、はい、とマウンドで鬼になれてる守護神の中の僕は最右翼、うわあ、もう一番のね、はあ、はい、もう出てきたら試合は終わってしまうっていう感じですよね。というところでは本当に最後の秋ね、うん、これはもう浅見投手もそうですけど、緑の秋にして最後のこう学生生活を置いてほしいですよね。そうですね。うん。はい。ありがとうございます。さあ、安倍さん。第4の男は、これは大学選手権でね、うん、ちょっと僕らも、おーって思った、東海大九州の、はい、広池幸四郎投手。うん、ね、マックス151キロ、うん、神宮の丘で出ていました。うん、すごくこうね、強さを感じるピッチャーでしたけども。そうですね。僕は知らなかったですね。うん、同じリーグっていうのかな、同じ地区で、はい、やってる日本文理大学の監督さんから、はい、名前だけは聞いてたんですけど。中村投手。中村監督ね。はい、早稲田大学の先輩後輩ですよね。そうですね。はい、向こうが大先輩なんですけど。はい。で、実際見たのは今度の大学選手権だったんですけどね。うん、大学選手権って、いろんな地域の大学出てきて、はい、そこに、っていう選手がいるのが、面白いですよね。最高の楽しみなんですよ。阿部さん、ネット裏でね、いつも僕ら会うと大体そういう話してるっていうかね、これ、琵琶湖の城農業か、大学でこんな伸びたんだ、みたいな。また余談になるんですけど、はい、時間がないのに。はい、僕ね、春のキャンプの取材に行くとき、泊まってるの琵琶湖の城なんです。あ、そうだったんですか。宮崎は高くて泊まれない。宮古の城から通うんですよね、だから、ね。はぁ、あ、はぁはぁ、あ。結構ありますけどね。小1時間かかる。ああ、ですよね。はい、まあでもその往復がいろんなこと考えられるからいい時間なんですけど、はあ、その僕が泊まってるホテルのすぐそば宮古の城農業。ああ、そうだったんですか。ここが北別府さんの宮古の城農業なんだ。そう。人は鹿児島の県境から自転車で通って足腰を鍛える。どの道でどこへ、どの山の中へ帰っていっちゃうんだろうって。周りぐるっとの山なんですけど、そういうなことを考えながらね、はあ、いるその都の城農業から出てきたんです、ね、うん、出てきて151キロで185センチ85キロってまあ、どっしりした投げ方が素晴らしい、はい、1メートル85でしょ、うん、あんだけタッパがあると普通はね体を動かすのもちゃくになるんですよ、はあ、大きい人ってそうじゃないですか、うん、だけどあんだけ体が動くの、はい、佐々木朗希じゃないですけど、左の膝はもう鼻ぐらいなんですね。スッと上がる。ダイナミックな。はい。スッと上がって、スッと出ていける。うん、で、あれはまあ誰が教えてくれたのか分かりませんけど、はい、あれだけのその体のこう運動量っていうんですかね、ピッチングフォームの運動量が出せること自体、僕は天才的なものを持ってる。はい、あの運動量でボールすれば150キロ投げるのは当たり前ですよ。うん、当たり前です。だから当たり前、150キロが当たり前ラインなんで、ね、とんでもない素材なんです。はあ、そうですね。しかも、
ピッチャー始めたのが高校2年からって結構ゆっくりで。そうなんですよ。ショートでしょ。そうそう。もっとショートでしょ。はい。だからね、フィールディングバレーです。はぁはぁ。そういうこう、なんていうかな、投げる以外の仕事も結構できるピッチャーで、はい、大学生ですけど、野球の選手としては、高校生だと思えばいいと。ああ、そうですか。まあ、その、彼のね、辿ってきた、今までのこう野球人生を考えるとは、そのくらいの感覚 で。大学生だからって、即戦力を求めて取る必要はないんで、はい、即戦力だって言って取って、3年も4年もかかってる選手がいっぱいいますから、ね。うん、そうですね。ね、広い局の場合は、高校生だと思って取って、はい、じっくり時間をかけて、はい、体作りから始めていったら、意外と早く、例えば3年目の頭とか、そういうところからバンと出てくる可能性って僕十分あると思うわ。ねえ。ちょっと故障して今出てないですけど、一時あの阪神に小川投手っていうのが出てきたでしょ、はい、うん、やっぱり東海大九州じゃなかった。ああ、そうでしたね、はい、うん。彼なんかもやっぱり高校時代は、もうあの高校大学時代は全く無名だったけど、はい、そのポテンシャルを買って取って、割と早い時期にまず出てくれましたよね。大学生だからって固定概念で、うんうん、来年からお願いしますよじゃなくていいんですよ、はい、今そんな時代じゃない、うん、大学生でもポテンシャルが素晴らしくて、はい、取る選手っていうのがあってもいいですね、うん、そうですね。 2,3 年後出てきて一軍でバリバリやってくれたらっていうふうな感覚ですよね。はい、その東海大九州広池投手の未来予想図、阿部さん、これもまた運だな。はい、それでは阿部さん、東海大九州広池投手の未来予想図、こちら、はい、あ、木澤直文投手ヤクルト、はい、これもね、はい、もうあのタフなヤクルトの、ね、そうですね、セットアッパーですね、はい、はい、やっぱりこう躍動感というんですかね、非常に気のいいピッチングするピッチャーなんですよね、はい、で広池君の場合も、はい、やっぱりこう躍動感というんでしょうかね、非常にこうピチピチしたピッチャーですし、はい、やっぱりね、こう長いイニングいろんなことするよりも目の前の先、うん、はい、はい、で勝負球になるようなフォークボールとかカーブとか持ってるので、はい、僕はこのピッチャーは僕だったら上位で取って、お、なんでって言われながら3年後にだったでしょ、うん、っていう、ああというね、はい、はい、まんまとまんまとまんまとっていうところですね。はい、はい、そんなこう想像がつくできるんですけど ね、こう楽しみなこう素材逸材っていうふうに言えるかなと思います。はい、ありがとうございます。阿部さん、5人目はこれ創価大学の左ピッチャーですね、はい、田代亮太投手、はい、帝京の頃からこう話題だった190センチ100キロ、うん、大変こう大型のサウスポーっていうふうに言えると思います、ここで田代投手を押す、うん、阿部さんのこうってのはどういうところでしょうか。僕はね、田代投手にはね、こう希少価値っていうんですかね、うん、珍しいっていう意味で、はい、ものすごく魅力を感じてたんですよ、うん、1メートル90何歩かあって100キロぐらいあって巨漢でしょ、はい、うん、だったら150キロかなと思うと、はい、130キロなんです。130キロ台なんですよ、うんうんうん、だけどね、すごくコントロールがいいんですよ。はぁ、でしかもその130後半ぐらいのボールに、うん、をバッターがものすごく打ちにくがって、打ちにくそうに来てる、はい、タイミングが合わないんです、うん、微妙に動いてるんですね、はい、でしかもその変化球、うん、チェンジアップ、スライダー、はい、ツシム、そういうものを低めにこう集めて、こう集められる、うん、だから見た感じ、うん、なんでこのピッチャー出ないのっていう、タイプなんですけども、はい、終わってみると抑えられちゃって、うん、っていう、そういう場面を何回か見てるんですよね、はい、でね、そういうピッチャーの不思議さって僕すごく魅力なんです、はい、なんでやられちゃったかわからない、うん、だから次の試合も手が打てない、うん、はあ、はあはあ、だから次の試合もまたやられちゃう、うん、そういうこう非常にミステリアスなその能力っていうのかな、うん、を持ってるピッチャーってそういうタイプなんです、はい、時々出てくるんです、その中の田代君というのは一人じゃないかなと、うん、うん、ただ、はい、なんだ、明治の浅利投手のように、今年の春やっぱり思うようにこう自己実現できなかったみたいなところがあってね、うん、はい、まあ、そういうことで一休みしてたこともあるんですけど、
あんなもんじゃ終わらないと思う。ほう、そうですね。はい。だ僕は彼の場合は、プロ向きじゃないっていう人もいるかもしれませんけど、大きな数字ないから。はい。だから、ね、バッターが打ちにくかったら、それはそれで大きな数字と同じぐらい価値あると思ってます。はあ。まあ、結果的には、打者を抑えられるかどうかっていうところが飯を食えるポイントでしょうからね。別に三振でアウト取らなくても、はい、三振で取ったアウトも1個、うん、内野ゴロで取ったアウトも1個なんですよね、はい、うん、でそう考えたら、この田代投手 その不思議さっていうのは、はい、これは僕にとってはすごく大きな魅力ですね。ねえ、はい、じゃあこの田代投手の未来予想図、はい、これまたあんまりこうタイプ的にはね、はい、いないタイプですか。 いるんですよ。そうですか。僕はね、現役時代ね、不思議でしょうがなかったのはこの人なんですよね。あ、はい、総会で田代投手の未来予想こちら、はい、まさに山本昌さんですね。僕は山本投手は現役の時、なんでこの投手が勝てるんだろう、打たれないんだろう、で後からいろいろ聞いてみると、はい、分かんないようにいろいろこうさじ加減してたの。でそれでこう微妙にタイミングを外しながら、はい、ピッチャーの一番の仕事っていうのはタイミングを外すことだと思うんです。ね、そうですね。詰まらせるのもいいけど、うん、泳がせるっていうタイミングと外し方になります。はい、バッターの仕事はタイミングを合わせることだ、うん、やっぱりタイミングを外すっていう能力があるピッチャーっていうのは勝ち星につながる、試合を作れるピッチャーになれる要素が大きいと思うんですよ、ね。はい、もうまさに山本昌投手の歩んできた旧歴っていうのはもうそれであれほどの勝ち星を積み重ねてきたわけですからね。はい、僕はそう思いますね。はい、というところでは、はい、ちょっと秋は東京新大学リーグ見に行こうかなってね、はい、なんか安倍さんの話聞いたら思いました。立て直し具合を僕も見てみたいね。競泳大にね、栄冠持ってかれたんでね、なんとかこうね、この夏場一応やってやるぞって思ってますでしょうからね。はい、そこでもね、 B クラスじゃ黙ってないでしょ。いやー、そうですよね。はい。ということで。岸さんが黙ってない。岸総監督は黙ってないですね、きっとね。はい。というところで、長瀬のブルペンキャッチャー、安倍さんをお招きしてのドラフト放置。大学生投手ね、ここに挙げていただきましたけども、次回は大学生の野手。まだあるんですね。まだありますよ。まだ安倍さんね。はい。何本でも撮ります、放置プレキューチャンネルは。ぜひ皆さんご感想など、こんな選手もいるぞっていうところでね、皆さんのおすすめの選手は誰でしょうか。そうですね。はい。ご感想などもお寄せいただきながら、皆さんぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは安倍さん、次回もよろしくお願いします。任せておいてください。はい。僕が ここに挙げてる選手たちっていうのはみんな僕がびっくりした選手なんです。いやー、いいですよ。びっくりしましたね。六大学にいても、どこでもレギュラーになれる。うわ、こいつやっぱ物落ちだなと思いました。忘れられない場面があって、去年の大学選手権で。